小田里氏は昭和期の内務官僚、戦後山形県知事を経て市川市長となる。福井市出身、東京帝国大学を経て内務省に入省し、1940年から3年間千葉県書記官、経済部長を務める。その後、朝鮮総督府物価課長となるが、戦後帰国して本省に戻り、1947年3月14日に、 山形県知事に任命される。ところが、就任直後に千葉県知事選挙に出馬すべく、県知事の辞表を出して、無所属での立候補を表明した。折しも、日本自由党と日本新歩党の間で、統一候補の合意に失敗し、候補を書いた新歩党は3月17日になって、小田を推薦した。4月5日に知事選挙が実施され、 自由党公認の元県会議長の川口た之助が1位となったが、当選に必要な票数に達せず、3万票差で2位であった小田との決選投票となった。その際、3位で落選した山口久太を公認していた日本社会党が、川口と小田の票差や、他党の公認である川口よりも、他党の推薦である無所属の小田の方が、党内の理解を得やすく、 政策協定を組みやすいことから小田への指示を決定、さらに他党も同様の動きを見せた。だが、4月15日の決選投票では伸び悩み、4万秒差で川口に敗れた。その後、1955年に市川市長選挙に立候補して当選したが、参議院選挙が行われた際に、小田の公職選挙法違反があり、1956年2月に、 就任から1年足らずでその職を失った。ありがとうございます。